クノールブレムゼは、ドイツミューンヘン日本。鉄道車両及び商用車向けに、ブレーキをはじめとする、各種制御システムの製造、販売を行っている。フランクフルト証券取引所上場企業。ノーブランドで、各種鉄道車両及びトラックバスなどの商用車向けの、以下の製品を製造、販売している。世界30カ国以上に、 現地法人を持っているが、特にヨーロッパにおける鉄道車両向けのシェアは非常に大きくシステムサプライヤーとしての強みを持つ。売上構成は鉄道車両部門が52%、商用車部門が48%となっている。なおブレムゼはドイツ語でブレーキを意味する。鉄道車両用商用車用1九百五年にゲオルククノールによってベルリンで設立された。 それまでの貨物列車ブレーキでは各貨車に配置された担当者が信号の合図に基づき一斉にブレーキをかける方式であったが1918年にプロイセン国鉄に供給開始した自動空気ブレーキのクンチェクノールブレーキは人手がかかり事故発生の多いこの方式を廃止九百二十年代にはクノールのブレーキシステムがヨーロッパの貨物列車向けアブレーキの技術標準と なるに至った続いて1931年、新型のヒルデブラント、ノールブレーキと呼ばれるブレーキを投入、同ブレーキは、旅客列車にも使用され、世界17カ国に普及した。また1922年に、商用車向けのエアブレーキシステムの製造販売に、参入、トラックと牽引車すべての車軸に同時にブレーキをかける、システムは、世界で最初となり、 1930年代後半までに、ドイツの牽引車の約9割に、クノールのブレーキシステムが装備された。第2次世界大戦の終わりとともに、従来の施設は、ソビエト連邦に接収されたが、翌1946年に会社を再建、マーシャルプランの実施とともに、ドイツ連邦鉄道から1万8000両の滑車の発注があり事業成長。1953年には、 大型化したトラック向けの自動負荷、依存ブレーキシステムを開発、また同年ミューン編に本社を移した。1969年にトラック向けのディスクブレーキを開発。1973年にはアメリカ合衆国に子会社を設立。1980年代に貨物列車向けの DB60 型ダイレクトリリースコントロールバルブを開発し、 同製品は1985年以降、アメリカの超大編成貨物列車に使用開始された。1985年、それまでのノール・ブレイムス・ GMBH は、スドドイッチ・ブレムゼン・エジーと合併し、ノール・ブレイムス・エジーとなった。1991年に運行開始された、高速列車アイス1に、クノールの天空ブレーキが装備される一方、1993年から、 翌年にかけて会社の事業再編が行われ、鉄道車両部門と商用車部門に分割されることになった。2002年にアメリカのトラック向けブレーキメーカーのベンディックス・コーポレーションをハネウェルから買収。2007年に EP60 型電子制御、ブレーキシステムを開発し、アメリカ及び南アフリカ共和国の超大編成貨物列車に使用開始された。 2016年にスペインの E 社やレールを買収。2017年にホスロの電気システム事業を買収した。非常に多いため割愛する。JR 東日本 E231 系に搭載されているスクリューコンプレッサーただし日本は、時の鉄道省がウェスティングハウスやブレーキのシステムを採用し、互換性の都合上により国内基準装備と化したことからシェアが少なく、 ブレーキシステム全体ではさらに少ない。ブレーキシステムにクノール製品を採用した例としては1925年に製造された京都伝統でない地形電車が知られる程度であったが2011年に東北新幹線 E5 系のディスクブレーキユニットとして導入された。圧縮機本体、除湿機、オイルフィルターが一体型パッケージになったコンプレッサー単品の採用例が多い。 など、商用車部門と鉄道部門で別法人となっている。ありがとうございます。